バスケット部があるのかどうかっていうチームなんですよ。電話してバスケット部あるのって聞いたくらいの学校からスタート。僕が赴任します。まず1年生持ったので1年生の野球部のガキンチョをとりあえず全部集めよう。そしたらあの1年生の入学式の時に転校してたらでけえ子が廊下通ったんですよ。転校忘れてそっちはもう取りに行きました。1週間で口説き落としたってか。でかい子2人を部活始まった時に、よしいいか、あの日本一目指す。やったことないんですよ。どういう空気になるんですかそれは。